やあ、クリフ。うわあ、この落書きすごくない？ユニークなミュージシャンが待っていますよ。ああ、彼女のビデオは見たことあるわ。なんか、天然よね。それがイブなんです。 NSR 史上最も風変わりなアーティストで知られています。彼女が何を考えているのか誰にもわからないんです。まあ、ズークならわかるかもしれませんが。ん？え？ズーク、話してないんですか？話って？俺とイブは、実は前に。何？かつて一緒にバンドを組んだことがあるんですよ。マジ？イブを理解するという点ではズークより適任はいないでしょう。彼女とバンド組んでたの？ズーク。ああ、後腐れたっぷりだけどな。だから普通に彼女に訪問することはできませんね。でも心配しないで、作戦がありますから。彼女のギャラリーで展覧会があります。そこで彼女に近づいてください。セキュリティシステムはこちらで何とかします。どうか気をつけてください。イブは間違いなく最も危険な NSR アーティストです。何せ CEO であるタティアナの右腕を務めているくらいですからね。わかった、クリフ。準備はいい？ズーク。ズーク？あ？ああ、うん。なあ、メイ、ずっと気になってたんだけど、誰あいつ？彼？ギギだっけ？ズークの友達じゃなかったの？メイの友達だったとばかり。ロディ茶内2つ。ロディ茶内？それよりロディジャンクションを試してみない？あの人が食べてるものよ。ロディジャンクション？面白そうだな。1つくれ。私も食べる。あんたたちのために席取っといたわよ。座って。感じた？ラッキョン！片付けとくぜ。
ジ。もう一歩近づいてみなさい。痛い目見るわよ。半歩くらいなら。ダメ。意図を感じろ。ゲイターの準備はできたよ。魅力感じなさい。かっこいい。どうも、なるです。喋った。
え、この着ぐるみ割と窮屈で、ちょっと一息。でも、そんな、本物のユニコーンだと信じてたのに。がっかりさせてすみません。夢を壊すつもりはなかったんですけど、ちょっとは休まないと。暑いですよ、これ。あんた。ん？いや、なんでもないわ。行くぜ！現代における天才アーティストの一人。ここはどこかな？6年で行かせ！暗闇の中で運転するようにむやみに投票しないようにしてください。ちゃんとヘッドライトをつけなさい。この無謀なロッカーが舗装した危険な道をあなたが見極めるので、彼らは我々を。あんた、ウバイ、マントはどうしたの？ロボットをぶっ倒してたの見てたぜ。あのでかい戦艦を倒したの。ロックってすげえな。でしょ、よくロックの力は偉大よ。それで思ったんだ、俺もお前たちみたいなロックスターになりたい。でも空軍はどうするの？空軍なんてないんだってメイ。そう、だから代わりにロックスターになりたいんだ。どう思う？魅力的かもしれないけど至難の道だぜ。止めやしないけどな。音楽やる権利は誰にだってあるしね。よっしゃー、新しい夢に向かって突き進むぞ。あなたが見極めるのです。彼らは我々が作り上げてきた道を分断しようとしています。我々がこれを許してしまったら暴動が街中に起きることはある。アーティストのアイデンティティは演奏する曲だけじゃないさ。パフォーマンスがなければ始まらない。魂がこもってなきゃ意味がないだろ。ビリビリ来なけりゃ。一流のパフォーマー気取りか、聞かせてみろよ。進歩につながります。本日は以上です。楽しい夜をお過ごしください。いい動き見せてみろよ。タティアナです。暗闇の中で運転するようにむやみに投票しないようにしてください。ちゃんとヘッドライトをつけなさい。この無謀なロッカーが舗装した危険な道をあなたが見極めるのです。彼らは我々が作り上げる道を。
あなたたちの悪ふざけに打ち負かされたりはしない。あなたたちが抗えないのは秩序。秩序はビニールシティの進歩につながります。本日は行くぜ。様の魅力感じなさい。俺に任せる。準備はできたよ。片付けとくぜ。俺に任せな。
どの楽器やろうかな。メイデイみたいにギター、ズークを真似てドラム、それともどっちも。落ち着けよ。まずは一つずつ試したらどうだ。私のパンババーン。行くぜ。そうだね。むやみに投票しないようにしてください。ちゃんとヘッドライトをつけなさい。この無謀なロッカーが舗装した危険な道をあなたが見極める。彼らは我々が作り上げてきた道を分断しようとして、私の番ババーン。我々がこれを許してしまったら暴動が街中に起きることは安易に想像できます。そしてメイデーとスーク、もし聞いているなら イブとのコラボの時の限定版よ。彼女のデザインは本当に痺れるわ。あなたが見極めるのです。彼らはイブのギャラリー、この先すぐよ。我々がこれを許してしまったら暴動が街中に起きることは安易に想像できます。そしてやっほー。おお、君たちか。
なんかボロボロだけど、どうした？実は昇進したんだ。おお、おめでとう。でも昇進ってことは、管理する地区が増えるんだ。嬉しい悲鳴だけどね。ビニールシティのクワサはこれで安心ね。タティアナです。暗闇の中で運転するように、むやみに投票しないようにしてください。ちゃんとヘッドライトをつけなさい。この無謀なロッカーが舗装した危険な道をあなたが見極めるのです。彼らは我々が作り上げてきた道を分断しようとしています。我々がこれを許してしまったら、暴動が街中に起きることは安易に想像できます。そしてメイディー、もし聞いているなら心に刻んでおきます。あなたたちの悪いだけに打ち負かされたりはしない。あなたたちが抗えないのは、片付けとくぜ。楽器はミュージシャンの命だ。俺はいつも手入れを欠かさず、最新の注意でアップグレードを選んできた。家にはいつでも状況に応じて使い分けられるように楽器を大量に用意してある。もし聞いているなら心に刻んでおきなさい。我々はあなたたちの悪ふざけに打ち負かされたりはしない。あなたたちが抗えないのは秩序、秩序はビニールシティの進歩につながります。 Get ready! 楽しい夜をお過ごしください。ビニールシティの皆さん、タティアナです。暗闇の中で運転するように、むやみに投票しないようにしてください。ちゃんとヘッドライトをつけなさい。この無謀なロッカーが舗装した危険な道をあなたが見極めるのです。彼らは我々が作り上げてきた道を分断しようとしています。我々がこれを許してしまったら、暴動が街中に起きることは安易に想像できます。そしてメイデーとズーク、もし聞いているなら心に刻んでおきなさい。我々はあなたたちの悪ふざけに打ち負かされたのです。はできたよ。
片付けとくぜ。私の番ババーン。準備完了。準備はできたよ。準備はできたよ。
ぜ。私のバンババン。準備完了。行くぜ。あら、いらっしゃい、ズーク。よう、イーブ。どこにいるんだ？座ったら、ズーク。座るって？ああ、そうか。この椅子覚えてる？それとももう忘れちゃった？まあ、忘れたって無理ないわね。椅子って思い出に残るためのものじゃないもの。この椅子、あなたのものだったのよ。あなたが捨てるまではね。イブ、俺は…し、いいのよ。許すわ。さあ、この器に体を委ねて、私からの贈り物を受け取ってちょうだい。昔みたいに、時の砂時計を感じて。ああ、うん。今、タティアナが座ってる椅子のことかい？彼女は私のすべてを受け入れてくれるわ。愛してるけど、座る人のいない椅子は存在する価値がないの。ねえ、ズーク、彼女が見えんの？どこ？すぐそこに。どこ？思った通りね。ズークの世界観が分かっていないわ。あなた、タティアナが背もたれを胸に抱えてるのが見えないの？バカなの？装備性のかけらもないんじゃないの？え、意味不明。なぜこんなセンスのかけらもない子を選んだりするの？あなた。大学時代を覚えてる？私が大陸で、ズークが海だった時のことを。あなたの波が私に当たる快感。二人だけの世界を。恋しくないの？あの快感はもう欲しくないの？こんな小娘のために私を捨てたっていうの？自分の評価を落としすぎじゃない？ちょっと！哀れね。とっても哀れだわ。でも、戻ってきてくれた、私の前に。お互いの救世主になれるわ、私たち。今日、あなたは救われるのよ。心を空っぽにして、私の目を見て、生まれ変わるのよ。あなたの選択は間違ってるわ。彼女は炎。炎と海は混ざらないの。あたしの名前はメイデイよ。わかった？
知れないエネルギーを感じるわ。そんな資格のないくせに、そんな資格ないくせに、私のものにならないの。ズーク、消えなさい。うわぁ！え？一体何が起こってんの？ズーク、どこにいるの？まだここにいる、メイ。落ち着け。前にもこんなことがあったんだ。このまま続けるんだ。変わってしまったのよ、ズーク。一緒に数々の世界を作り上げたの覚えてる？ラップトリッカは？忘れるわけないだろ。俺の髪燃やしやがって。まだそんなことで怒ってる？
ーターの準備はできたよ。バーン、メイゲン様の魅力感じなさい。ミサイル発射。俺に任せれ。意図を感じろ。私のバンババーン、バーン、ミサイル発射。片付けとくぜ。身につけられたとでも思った？笑っちゃうわ。私が作ったのよ。あなたの人生で一番大事なのは私の目にかなったこと。そらもそうだよ。ズークの方があんたより上なのよ。幕を引く方法は一つだけだ。見せてやろうよズーク。レッドライト、グリーンライト。ジャンカ、ジャンカ、シャカラカ、バーン。もうみんなみんな私の才能を恐れて臆病者。いつもいつだって誰もいない。あの人さえいない。私の感覚と合う人は世界に一人もいないんだわ。ちょっと話してくる。行きなよ。すべては無。なんで無にパフォーマンスなんて。イブ、やるべきことはまだたくさんあるけど、ここには居場所がない。イブ、大地も海も炎も全部無駄になっちゃった。聞いてくれ。終わりよ、終わり、終わり、終わり。イブ、
君は一人じゃない。来ないで、もう騙されないわ。イブ、星がとても美しく見えるわ。目を閉じようかな。さようなら。イブ、ごめんよ。君の理想のズークになれなくてごめんな。初めて会った時、すぐに俺の中にある可能性を見出してくれたよな。俺が君と同じ世界観を持てると君に希望を与えちまった。でも俺は君とは違うんだ。同じだったらどんなに良かったか。でも違うんだよ。じゃあ二人でやり直したら。イブ、もういいんだ。逃げたのは俺が臆病だったからなんだ。今ならわかる。でも今日君を見て、パフォーマンスにこそ生きがいがあるんだって思い出したよ。一生世界観を共有できる人に出会えないかもしれないって不安になるのはわかるさ。でも君なら大丈夫。他の人なんか必要ないよ。君自身で十分なんだ。耳の痛い話ね。でも私、そんなに強くないかも。君はいつだって俺より強かったよ。他の誰にもできなくたって君ならできるさ、ナディア。それじゃあ俺はもう行かなきゃ。元気でな。ところでさ、メイデイのことをよく知れば君もきっと好きになると思うぜ。ありがとう、ツーク。
彫刻を作るの。まずはコイルから。粘土もシルエットを作って、頭の形を整えてと。次は体ね。まだ完成してないわ。